今回も世界の大陸の続きですね。さて、世界五大陸といえば、普通はアフリカ、ユーラシア、南北アメリカ、オーストラリア、南極を指しますが、今回はアメリカ大陸についてです。1492年にコロンブスが新大陸に到達します。あの有名な意欲に燃えたコロンブスですね。でも一番乗りなのに彼は大陸の名前の由来にはなっていません。先に結論を言うと、名前の由来はアメリゴ・ベスプッチというイタリア人の人なんですね。これはなぜかというと、彼がその大陸を新大陸と呼んだ最初の人だったからなんですね。さて、そのアメリゴ・ベスプッチは1454年イタリアのフィレンツェの名門に生まれます。当時フィレンツェはルネサンスが花開いていて、天文学や地理学をそこで学びます。そして1497年から大西洋横断の航海に出ます。その時に書いた航海記録に、自分の到達した大陸はインドではなく新しい大陸、新大陸だと明記したんですね。当時はコロンブスはじめほとんどの人がインドだと信じ込んでいました。この航海記録が本になって出版されると、大ヒットしてヨーロッパ中に広がります。この新世界という言葉が魅力的だったようですね。さらに地理学者マルティン・バルトゼ・ミュラーがアメリゴを絶賛して、大陸をアメリゴのラテン名のアメリカと命名します。そこからアメリカという名称が定着していくことになります。というわけで、大陸の名前はアメリゴに取られますが、一番乗りのコロンブスも各地に地名となって残っています。南米のコロンビアとか、ワシントン DC、ディストリクトオブコロンビアなどがそのいい例ですね。